それでは女子 800m 競走決勝です。近畿高校記録は2分2秒57、大会記録は2分5秒23です。それでは選手をご紹介いたします。第1レーン中西智子さん、京都工科京都。第2レーン佐藤さらささん、ゼゼ滋賀。第3レーン小出あやめさん、東大阪大会大阪。第4レーン今井彩香さん、東大阪大敬愛大阪。第5レーン有廣リリカさん、東大阪大敬愛大阪。第6レーン原かすみさん、大回転何賞大阪。第7レーン松本奈恵さん、八尾大阪。第8レーン樽本司さん、須磨学園兵庫。以上8選手によりまして女子 800m 競走決勝です。